はい、皆さんこんにちは、ワネリングルビジーです。今回は信長の野望創造戦国立志で村上義樹を鬼畜難易度プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、プレイしていたのが、滅んでしまった後の番外編ということでお届けをしてきたわけなんですけども、番外編の中では小諸城を攻める、これが滅びの発端になったので、小諸城を攻めないパターンでちょっとプレイをしてみようということで番外編をお届けしてきました。で、今回本編続きをプレイしていくんですけども、武田の家臣になってですね、今は、こちら神原城の、城主にまで、なってます。ですので、城主プレイから続きをお届けしていきたいと思うんですが、実はですね、長尾にかなり攻められてしまっていて、桂尾城、砥石城、この辺りはですね、長尾領になってます。なので、まずは長尾領になっている、この桂尾城、砥石城辺りを奪還してですね、そこをまた配慮した上で、独立を進言に対して仕掛けていきたいなと思ってます。なので、まずは長尾を少し信濃から追い返す、その部分をやっていければいいかなと思います。でですね、今実は家臣が全くいない状態なので、家臣をちょっともらっていきましょう。で、誰をもらっていくのがいいかというとこなんですが、合戦でやっぱり役に立ってほしいので、そうだな、年齢がね、あまりいっていると、逆に死んでしまっても困るんで、どうしようかなというところなんですが、かなり攻められていて、武将の数も少し少なくなってしまっているというのもあるので、ここは内藤正豊をもらっておきましょうか。合戦でも内政でも役に立ってくれると思うので、正豊をもらっておきましょう。今はですね、上原城の攻略戦になっていますので、上原城をね、攻略しに行かなきゃいけないんですが、高遠城がその前に落とされそうな、そんな感じになっています。で、さらに家臣をちょっともらっていきましょう。今、義清と正豊の2人だけなので、これだとちょっとどうにも両国経営が成り立たないところがあるので、人材をもらっていきます。年齢が行き過ぎてるのはちょっと困るので、年齢がハマりで、こいつ見た目、43歳に見えない。あと、一条とかもいいですね。年齢若くて、知略にも長けている。で、臨戦か、持っているのが、小笠原ね。持っている、楽岩寺いるね。持ってる、その、戦法で選んでいくっていうのも一つですよね。ただ、ここは、まだ若い一条をもらっていきましょう。まずは、この辺りでいいかな。で、その上で、建設と、進出ですね、やっておきたいと思います。進出もしていきましょう。で、あとは九州とか戦い系なんですが、少し兵力が減らされてしまうんですが、この辺りはきっちりこなして上原城をまず奪還するっていうね、ところを進めていきたいと思います。なので、バッとすぐ終わると思うので、このまま見ていっちゃいましょう。いきます。
きます。さすが長尾正影というところですかね。思ったより兵力を削られてしまいましたが、もう少し人材をね、獲得していかないと両国の内政がかなり苦戦する感じにはなってきますね。でこれで、全て使い切りましたね、労力を。なので、まあ、お金と米とあと木材は結構あるので、このあたりはあまり心配していないんですが、やっぱり家臣団がちょっと脆弱な部分があるので、ここをね補っていきたいなと思ってます。年齢が若い人でいうとあと1人2人欲しいんですが、そうだな、誰がいいかな。まあこの信方とかに関して言うと年齢が結構いっちゃってるんで、そのうち死んでしまうことを考えると、小山田信繁とかにしときますか。真田丸でもね活躍してましたからね。まあじゃあこの4人で当分の間は過ごしていきましょう。出るぞ。でそうこうしてる間にまた一合戦しておきましょう。さっさと渡って吸収しちゃいましょう。参るぞ。ただこのお題も統率が80、60お題だったり、読み方が微妙ですけど。うがち抜け持ってるんだな。ここはただだいぶ戦力は削られましたが、まずは確実にお役目をこなしていきましょう。おお、ここで高東城が落とされたか。こんな感じで徐々に長尾に侵攻を受けているっていうのが実情なんですよね、今の。これをやっぱり打開していくためには義清が奮起するしかないのかなというとこですよね。密談の使者もちょっと至るところに送っておきましょう。でまあ、そうこうしているうちに誰かが役目を達成してくれると思うので、まずはそれを待ちたいと思います。今自ら出陣してしまうと兵力をね削られてしまうので、最後はね誰かに任せちゃいましょう。で回収はしておきましょうね。意外とこの辺りは最後の城になる可能性もあるような立地になってますからね。まあ、まずは上原城を取り返すと言いつつ、この高東城もね取られてしまっているので、取り返しに行かなきゃいけないところにはなってくるかなと思うんですが、よしこれで準備が整ったので上原城攻略戦に取り掛かりましょう。で中野城に部隊を集結させろということなので、この後中野城の方に部隊を投入していきます。
とでもね、ここは余裕があるときに投資をしておきましょう。では出陣していきましょう。中野城にまずは集結させます。兵は1900か。ちょっと心もとないところはありますが、戦へ参る。待機せよ。出陣するぞ。我が軍略お見せしよう。問題は上原城にどれだけ兵が送れるかですよね。味方が多分ね、そんなに数は出してくれないんじゃないかなと思うんですよね。ただ正影が4000出してくれるのか。この4000があれば上原城落とせるかな。かしこまりました。行くぞ。我に従え。戦場へ参る。ここはまず一旦野戦をかましておきましょう。進め。で、味方が攻撃力が高そうなので、味方と敵を攻撃する形で迎え撃ちましょう。正影か。正影強いからな。ここはできるだけ戦力は温存したいので、下がり気味に戦っていきましょう。んで、敵が向こうを向いている間に背後に回り込みます。で、最後は用心と臨戦を使っていきましょう。まあ、ここまで接近していれば用心を使っても問題ないかなというところですね。用心は動きが遅くなってしまうんですが、危なかったね。もうちょっと発動が早かったらさらに削られてたかもしれない。表情を始めましょう。先月の終始です。そしたらさらに回収を入れておきましょうか。まず城の規模を少し大きくしたいけど、ここは鉄がないか。じゃあ鉄をちょっとまとめて買っておきましょう。ご用を受けたまわります。ありがとうございます。とはいえ鉄は高いからね。まずは増形門にして、城の耐久というか、実際城を攻められた時のね、持ちこたえ力を上げておきましょう。ここも一気に上原城攻めに取り掛かりましょう。行くぞ。何？敵の援軍が来てるな。あのまま落としといた方が良かったな。ちょっと迂闊でしたね、ここは。行くぞ。ここはもう一気に城門に迫りましょう。防状態が3900か。ちょっと味方の援軍を待ってから動いた方がいいかな。これが戦の作法よ。それで決める。かかれ。ついていく方が圧倒的に楽ですからね。これが戦の作法よ。
します。ここは縄文でだいぶ兵を削られるな。ここが勝負どころよ。我らが制す。貴様らの動き、なんとか縄文だけでも破ってあげたいんだけど。なんとか縄文を破れれば、敵縄文突破しました。ちょっと一旦下がりましょう。もう義清の兵力が全くないんで。まさかけは何してるんだマジで。うろ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 してるけど。まあ、兵力的にはちょっと落とすの難しいかなって感じになってきちゃったな。さっき一気に落としとけばよかったですね。本当にそこだけ悔やまれるな。これが戦の作法よ。お、春の部の援軍が来た。これで落とせるかな。この春の部の2700って結構貴重ですからね。そして義清が矢倉からの攻撃でいつの間にか退却してるっていう、ね、ここはちょっと最後まで見届けましょう。ここまで来れば春の部に来てるし、窓影自体もかなり強力なので多分ね落としてくれるんじゃないかなとは思います。レクソンの時攻め戦味わうがよい。我らが戦オフとご覧あれ。武田一門ですね。ここは信玄、まあまだ春信の段階ですけどね。信重、さらに信門といったところですね。これで決まりだ。我の攻め、耐えてみせよ。動くこと。ダブルで虎発動とか半端ないな。まあ、だいぶ苦戦はしましたが、上原城はこれで攻略です。ちょっともったいなかったとか、一旦包囲をする構えで解いてしまったところがもったいなかったかなというところですね。でこのまま今度高遠城とかもね、攻め落とせるだけの兵力が残ってればむしろ攻めたいぐらいなんですけどね。ちょっとまだ自分が撤退が完了していないようなので、ちょっとこのまま待ちましょう。義清が武田家の中臈になりましたね。嬉しいような、なんか武田に飲み込まれているような、なんか複雑な気持ちですけど。ここは引き続き内政をやりつつ、ここはどうなんだろう。高遠城を落とすには、高遠城の兵力がどれくらいあるかっていうところだけど、ここに今多分信玄がいるな、この感じで。味方の戦力はというと、もうそれこそそんなに兵力が出せるところがないんだな。なんとかねしてあげたいなという思いはあるんですが、ちょっとここは一旦兵を引きましょう。出るとするか。ご命令ください。まあでも、そうこうしてる間にきっと上原城が取り返されちゃうんだろうなって考えると、多少無理をしてでも出兵していった方がいいのかなという気もするし、ちょっと難しいとこですよね本当に。ちょっと威力偵察も兼ねて出陣してみましょう。
春信が頑張ってくれたけどちょっと兵力不足って感じかな。そしたらここで一気に合戦で仕留めにかかりましょう。ここは全くと言ってほど兵力を失わずに行きたいところなんで。でこの後ですよね、カルノルが信玄がどれくらい敵を削ってくれるかによると言うんですが、守備よくいけば上原城の攻略ができるかもっていうところですね。表情を始めましょう。報告いたします。ここは部隊同士の戦いになるな。行くぞ。陣所が完全に焼け焦げてるんだな。行くぞ。じゃない、ここは城だ。に続け。行くぞ。落とされるわけにはいかないけど、落とされそうだな。落とされるね、サクッと。我が方の城奪われました。上原城が奪われたか。残念だな。上原城取ったばっかりなのにサクッと取り返されちゃった。ここは、まあ、しょうがない部分ではあるとはいえ、何をしてたんだって感じですね。我が戦お見せしましょう。つつじヶ崎館とかの戦力はだいぶ回復してきてはいますね。なのでもうちょっと戦力を蓄えたいけど、先月の戦力を蓄えてる間に逆に向こうも戦力を整えちゃうからな。そしたらちょっと今のうちにこの辺りの投資をやれるときにやっちゃいましょう。んで提案で人材をもらっていきましょう。お、信繁とかがもらえる状態になってるけど、まあ、信繁に関してはねいてもらった方がいいかなっていう感じがするので、信玄のそばに。なんとかね、給料のカツラを、そして砥石あたりはね奪還したいんですけどね。ご命令くだされ。先月の収支です。少し苦戦しそうな予感がします。上原城攻めとかねしたいんだけど、いかんせん軍勢が整ってないからな。数字が先へ方が4000を超えてるので、なんとか高東省の攻略のお役目をすべてこなせれば合戦に持ち込めそうですね。そしたら1個襲撃戦を自分でやりましょう。そしたら残り2つ味方が進めてくれているので、それが終わり次第高東城攻めに取り掛かれますねと思ったら、信玄謙信か、ここの相手が。これは1000とはいえ結構削られそうだな。
ゲームに発動される前にもう気持ちに楽しむ。我を退けるか。で、そうこうしてるうちにきっとお役目が終わったので、これで高登場攻めができますね。早速出兵していきましょう。では軍勢を、1800ぐらいかな。そうですね、1800、ちょっと数が足りないですが、中之条に集結させて、しかるのうちに高登場になだれ込みましょう。待機せよ風のごとく、速やかに動け。出るぞ。で、味方はというと春信の4000も出てるし、こんだけの数があればなんとかなりそうな感じもしますね。ついでに上原城も取ったりなんかするとすごくいいんだけどな。我が戦お見せしましょう。加勢しよう。上原城と高登城をダブル取りできれば少しは安定しそうな気もするんですけどね。ただ敵の軍勢もかなりの数出てきてるので、まあ、これが果たして本当に相手になるかっていうところもあるんだけどな。ここは合戦しても勝ち目がないな。ちょっと一旦兵を退けましょう。富士見まで一旦兵を引きます。我が戦お見せしましょう。引けないかな。先にやっぱ上原城の攻略にすべきだよな。あそこはね、もう一旦出ちゃってるのでどうしようもないというのはありますけど。止まれ。行くぞ。信玄だけど。我に従え。表情を始めましょう。入ったな。先月の終始です。とはいえだ。ゴズメが来ないと厳しいな。ミラノモノ、続け。壊滅したね。春の部隊が壊滅して、この上原城攻めも頓挫する感じだな。宇佐美貞光4900、これをちょっと上原城から追い払うのは難しい。で、ツツジが先館から援軍を出してくれれば落とせなくはないんだけど、出してくれないんだろうな。兵数もちょっと足りてるし、ここは遺憾ではありますが、一旦兵を引きましょう。行くぞ。我に従え。という感じで、ちょっとなかなかしばらくこの攻めぎ合いが続いてしまいそうな、そんな感じがしてますが、まずは新たな門出ということで、神原城を守りつつ、武田に加担してですね、丘陵、桂尾城、豊石城を我が物とした後に独立を図るっていうね、形でプレーの方は進めていきたいと思いますので、引き続きお気づきの点とかあればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方にお知らせいただければなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。